上げてくぜ。楽しませてもらうよ。やるか。俺の番か。楽しませてよ。デリバリー頼むぞ。俺が高級スーパイサーだ。やってくれ。一気にマジックドラゴン。いくぞ。出番かな。ほっよっくでしょ。やりまして。見たかよ、俺の活躍。格が上がったね。見とれないでよね。絶好調。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。好調だ。Thank you.
あそこになんかあるな。開けてみるか。開いた。いらっしゃいませ。ありがとうございました。見せて。覚悟しろよ。仕留める。しつけの時間。手加減はなしだ。終わらせる。
しのげるかな。力の差を見せて。人生これ成長ってな。またいい男になっちゃった。いい感じ。思い出せ。覚悟しろよ。かかってきやがる。私の番。調子に乗るのもここまで。熱い。行くぜ。頑張りますか。渋みが出てきたぜ。見とれないでよね。
いけるじゃん。悪くない。お、うまい。出した顔しやがって。肉出せて当然だと思ってませんか。懐かしいな。悪くない。悪くないね。始めましょう。楽しませてもらうよ。私の番です。肩をつけよう。よし、一発で決めるよ。当然だ。調子出てきたぞ。出番が来たな。一緒やりますか。やるか。二人でやりゃ火力二倍だ。なめるなよ。やりますか。行くまで。はい、出ろ。やるの。なんだって。調子がいいぞ、私は。調子に乗るのもここまでです。楽しませてよね。仕留める。しつけの時間だ。しびれだ。手加減はなしだ。泣いて謝って許しません。ここまでだ。調子に乗るのもここまでです。寝てるわ。くれ。どうぞ。この方容赦しないぞ。必殺だ。どんどどどどんどどんどどどどんどうほやるな。俺の番。始めましょうか。くらいなよ。あえてらっしゃい。誰もできてる。力の差を見せて。逃がしゃしねえぜ。ふざけないでください。脇が甘いな。ほっこりだ。くらい。調子出てきたぞ。こいつは重いぞ。くれ。見さらせ。かますぜ。調子に乗るのもここまでです。必殺。ほれほれ。帰ってらっしゃい。なんと出ますよ。ここまでだ。しのげるかね。ありがとう。
調子がいいぞ。調子に乗るのもここまでです。覚悟できてる？ほら早く。泣いて謝っても許しませんよ。さっさと来い。仕留める。シワを伸ばす。手加減はなしだ。始めましょう。覚悟しろよ。デリバリー頼む。俺が高級スーパイサーだ。打ちかませ。行くぞ。泣いて謝っても見さらせ。調子に乗るのもここまででいいな。楽しませてよね。さあさあおいでなさい。必殺許しませんよ。ジャサップ狙っちゃうかね。さあさあおいでなさい。くらいなよ。ファイナーファイナーファイナーやるか。いや調子に乗るのもここまでです。ポケサーファイトレッツゴー。見さらせ。体を持て。必殺私の番。浮気が甘いな。出力全開。ダウンとかますよ。しのげるかね。始めます。悪く思うなよ。くれい。ドリア。ほっ。いっけ。ドア。死ぬドラ。また会う日まで。また呼ぶぜ。サム。きっついな。見さらせ。やるか。仕留める。出力全開。撃ってな。まあこんなもんだ。まだ強くなれるだな。人生これ成長ってな。まだまだ強くなる。素直に喜んでおくか。格が上がったね。またいい男になっちゃった。問題ない。ここまでだ。本気で行きたい。私の番。脇が甘いな。出力全開。俺の番か。
番が来たな。一緒やりますか。おう、二人でやりゃ火力二倍だ。俺の番、ゆっくり。まだまだ余裕ありすぎ。いい感じ。思い出せ。懐かしいな。いらっしゃいませ。
ただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。チャンピオン街広場か。そういえばこの場所や西公園で
小牧のじいさんに昔よく稽古をつけてもらったな。西公園はカムロ町ヒルズが建った時に亡くなっちまったが、ここは昔から変わらねえな。ショットガンを使ったり、ひたすら殴られるのを耐えろと言ったり、大量の猛者をけしかけたり、なんとも常識外れな特訓が多かったが、おかげで俺もかなり成長させてもらった。最後に会った時はいい年だったが、今も元気でやってるんだろうか。おい、ここで何やってんだおっさん。ここは俺らの縄張りなんだよ。分かってできてんのか。ああ、いや知らねえな。それに広場はみんなのものなんじゃねえのか。んだと。はい、ボコすこと決定。ああ死んだなおっさん。ご愁傷様。まあ待てよ、俺マジ優しいからさ、殺されたくなかったら金置いてくだけで今日は許してやってもいいよ。みっちゃん優しい。話になんねえな。ちょっと待て、お前舐めてんのか。優しくしてやれよ、突き上がりやがって。お前に優しくしてもらった覚えはねえよ。ならいい、ぶっ殺して金奪うだけだ。ちびるんじゃねえぞ。後悔するなよ。体が仕留める。出力全開。こいつは重いぞ。加減できない。わかるね。私の番。ほら来いよ。攻撃だ。みんながよ、これの活躍。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。口ほどにもね。これに懲りたら二度とこんなことするんじゃねえぞ。すみませんでした。ほう、なかなかやりおるの。数々の戦場をくぐり抜けてきたと見える。ん、お主もしや。はじめまして。どこかでお会いしたことありましたか。おう、なるほど。生きていれば言えぬ事情の一つや二つ出てこよう。いや、ただの思い違いじゃ。
ただわしがかつて稽古をつけていた弟子にどこか似ているように思ってな。そうでしたか。遅くなったが、わしは小牧流古武術の継承者で武術家をやっとる小牧宗太郎と申す。この町で弟子に古武術を教えておる。お主はこの辺では見かけない顔じゃが、旅行か何かか？いえ、ちょっとした野暮用でこの町に来ただけで、すぐに出るつもりです。ほう、ならお主わしの弟子になってみんか。場合によっては100倍くらい強くなれるぞ。もっと若い時に聞いていたらお世話になったかもしれません。ですが今はもう他にやることがありますから、すみません。そうか、ならば仕方ない。これは年寄りの独り言だと思って聞いてくれ。わしは昔からこの町のホームレスや力を持て余している若い連中を相手に戦いの稽古をつけておった。その中でもわしと張り合えるほどに強く優しい豪傑な男がいた。口には出さなかったが、いつも誰かのために傷だらけになっているようなやつじゃった。マナ弟子として迎えたその男は他の弟子たちにもいろいろと影響を与える面白いやつでな、カリスマというものを持っていたんじゃろう。後にも先にもそういう男はあやつだけじゃった。まあ今はすでにどこかでくたばったらしいなどと弟子たちが言うておったがな。だがわしは今でもたまにそのマナ弟子に稽古をつけている夢を見るんじゃ。かつていた西公園のホームレスたちと一緒にな。お主、一つだけおい先短いわしの頼みを聞いてくれんか。死ぬ前にどうしてもやりたいことがあるんじゃ。やりたいこと？ああ、人生の総決算、最後に本気の手合わせ、試合がしたいんじゃ。自分の最高のマナ弟子とな。おっと違うか、今はマナ弟子にの男じゃったな。老いぼれの最後の頼み、聞いてくれんかのう。わかりました。マナ弟子に代わって全力でお相手しましょう。ではこちらも全力で行かせてもらうぞ。1対1の大勝負、小牧宗太郎参る。小牧宗太郎かかってきやがる。いざ参る。行くぜ。終わらせる。いざ。まだまだひよっこじゃな。俺の番か。鍛え直してくれる。悪く思うなよ。くらえ。問題ねえ。行くぜ。
俺の番か。こいつは重いぞ。くれ。行くぜ。俺の番か。お主の力そんなものか。寝てるわ。ひよっこじゃな。俺の番か。相手にならねえな。悪くない気分だぜ。まだ強くなれるだな。満足したか、じいさん。ああ、見事じゃ。たく、何が追い先短いだ。その辺の若い連中よりよっぽどタフじゃねえか。久しぶりに全力でやり合えたわい。ここまでやれる弟子は今もなかなかいなくてな。もうわしから教えることはないようじゃ。人違いかと思いますが、一ついいですか。なんじゃ。俺も以前あなたと似たような男に世話になったことを思い出しました。その男は強くなりたいと願う人間を見つけてはいつも受け入れて稽古をつけてやっていた。稽古の内容は常識から外れたもんばかりだったが、強さへの信念や情熱はすごいものを持っていた。技だけではなく精神も鍛えられるもんだった。きっと今もその信念を貫いて立派に弟子たちを育て上げているんだと思います。信念か。それならお主の拳からも強い信念を受け取った。誰かのためなら己のことは顧みず戦う強い決意と守るための優しさをな。相変わらずのようじゃな。じゃがそれは時として弁慶の泣きどころにもなる。足をすくわれぬよう気をつけることじゃ。わしが言ってやれるのはもうこのくらいじゃな。覚えておきます。では俺はこれで。会えてよかった小牧の爺さん。ああさらばだ名もなき者よ。わしはこの体が持つ限りここの町で弟子たちと日々精進しておる。いつかまた相まみえる時があれば、しあおうぞ。
それまでは絶対にくたばるでないぞ。あんたもな。今も多くの弟子たちが学んでいるらしい。じいさんの志を継ぐ強い奴らが育っているんだろう。俺も小牧のじいさんからは技以外にもいろいろ学ばせてもらった。あんたから教えてもらったことは忘れねえ。これからも強く達者で生きろよ、じいさん。開けてみるか。やったぜ。やってやろうぜ。私の番。来なよ。よそにする気がある。めっ飛ばす。脇が甘いな。強力スチーム。行くぜ。出番が来たな。見さらせー。ほわっ、どんどどどどんどどんどどどどんど、うほっ、やりますか。なめるなよ。あれやっちゃう。やるか。とっておきの技味わってもらう。残念、叩き。行くぜ。やるか。肩をつけよう。おう。一発で決めるよ。当然だ。手加減はなしだ。
こいつは重いぞ。必殺かますで合わせるぞ。勝負はすごいんじゃねえや。格が上がったね。鍵がないな。そういえば、やってやるぞ。さて、始めよう。私の番。俺の番か。ほれほれ、おなかがってこいや。こいつ、デリバリー。見せてやろう。どれ。セクター度胸だけは買ってやるよ。よし。
そういえば、いらっしゃい。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。開けてみるか。開いた。
だぜ。ユイとナオ近くにいるじゃん。いつでも戦えるぞ。んでこれ。後悔すんなよ。遊んであげる。力の差を見せてやる。叩き。どうした。痛めてやるよ。やりますよ。仕留める。出番が来たな。楽しみさらせ。ほう、どんどどどどんどどんどどどどんど。うほ。やりますか。逃がしゃしねえぜ。さっさと来い。ほれほれ、しのげるかな。あれ、逃がねえんだ。調子がいいぞ、私は。脇が甘いな。しつけの時間。しびれ。俺の番だ。見せてよ。仕留める。しつけの時間。シビア。お願いです、来てください。行くぜ。来ないか。楽しませてよね。ふん、痛めつけない。悪く思うな。見さらせ。やっかますぜ。さてと、ふざけないでください。必殺。やりますか。まあ、こんなもんだ。悪くない気分だぜ。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。またいい男になっちゃった。見とれないでやね。いい感じ。
負ける気がしねえな。あったまってきたね。調子いいぜ。そっちね。よし。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。頭にきたぜ。さて始めようか。終わらせる。どっかい。それ相手にならねえが。
しら。懐かしいな。負ける気がしねえな。どこにでも行けそうだ。開けてみるか。やったぜ。